自分が憧れたアイドルのように自分も憧れられる存在になりたい。その一心で来る日も来る日も頑張って、初の九州ツアーで佐賀に向かっていた時、参っちゃいました。壮大だな、雷が公園なんて。私それで死んだの。は？なんかならんもん。あ、昨日のお弁当のひじき？ひげマサオ！覚悟は8日間。そやんかと、とっくにできとるさ。サキ言っとろ、私は絶対死なんばい。サキ離せ。レイコさん、行かんで